はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第9回闘技場7日目最終日ですね。早速やっていきたいと思います。昨日もですね、6日目までで17勝1敗という感じになってます。今日も勝っていきたい。どこがいいかな。一番戦闘力が高そうなここですかね。行ってみましょう。ほぼ合格ですね。はい、対戦よろしくお願いします。キラーマシンがちょっと厄介かもね。うちとは相性が良くないんだよね。さあさあ、ちょっと移動距離を見てみましょう。当たる。ゲリオンがやばいな。ゲリオンが6番目か。これどうだ。おお、なかなかだな、範囲がな。でもまあそれまでね、動けるんでいいでしょう。でそれと6番目でね、それと、1,2 来て3番4番5,6,7,8,9。はい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 、グレーツェルとゲリオン、がデボラさん相手してもらいましょうか。ちょっと待って、デボラさんが相手してキラマシン、範囲なんだよな。あー、ダメか、相手できないか。グレーゼル先動いちゃうもんね。なんでリーズレットとアームライオンの方に行ってもらいましょうか。そっち行ったってそんな出てこらんないんじゃないこれ。あ、同じような感じか。アキラマシーンの、アキラマシーンの範囲にはなってしまいますが、はい、じゃあ、いいか、このままでいいか、このままにして、始めましょう。下がんなきゃダメだね。こっち側に来とく。こっち側に来とく。でスノードラゴンとライアンさんはグレーツェルの方行きましょう。グレーツェルとゲリオン、ゲリオンを打ちたいね。ゲリオンの前に出るからそっちを打ちたいですね。それで先にグレーツェルを落としたい。一応こっち側に、リーズレットが落とせない可能性もあるので、ゴッドライダー待機と、こっち側に来ておく。どこまで行けたっけ。うわ、出れない出れない。はい、ちょっと待てよ、これこれどっからこれどっから行くのよ。そっか、まあいいかいいか、ここでいいですね。
ここでよくて、ライアンがここに入ると。ゲリオン来てうちだもんね。ゲリオン来てうちだもんね。はい。ここで OK。デボラさんはここかな？ですね。はい、ここに行きます。ここで OK。ライアンはここに来ておく。ここに来ておいて。ケリオンを一発殴りたい。ウォークライ入れときましょう。どうなんだろう、いけんのかな。5ターン目まだですね。ウォークライ2回目。はい、6ターン目動いてきますね。さあ、ゲリオンを削れるか。左にずれないでね。あー、やっぱずれたか。やっぱずれたか。1、2、3、届かないんだよな。これが困るんだよな。やっぱこうなったか。どうしましょう、どうしましょう。これは困ったぞ。いや、これはどうだ。なんかちょっと微妙になってきたな。あれ、ちょ待って、ブチ切れ入れてないよね。あれ、なんでこんなことになった？あれ？くる。こける。いやー、なんでこうなった？おお、倒せる倒せる。これは良かったんだけど。おお、ちょっと待って、今何ターン目？あ、7ターンか。あれ、なんか勘違いしてたかな。あっ肝心なとこでそういうのやめてくんない？ちょっと待って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 、落とせないか。いや、落とせないか。いやー、落としたかった。もう一人持っていかれちゃうね。どうしよう、こっちからがいいかな。溶ける溶ける溶ける。あそこあれだ、煉獄長があそこにいない方が良かったのかな。だからゲリオンが横にずれちゃったんだよね。本当は前に出てきてほしかったんだよね。はい、まあマスターさんに上がりましたんで、よしとしましょう。はい、2戦目。レモンスライム。あ、エスターク。エスターク当たりたいな。エスタークに行きましょう。
いやトロールキングはなかなかね耐久あるんですよね。意外とあるんですよ。しかも今見たら5凸になってるんで結構耐久あるかもしれないですね。あと配置次第。いいかも。あーでもちょっとワイトキング離れちゃうか。はい、対戦よろしくお願いします。エスタークが多分ね移動前出てくるよね。こっちがそんな来ないんでここに格差ができちゃうんだよね。ゾーマ、いやゾーマと引っ掛けたいな。ゾーマと引っ掛けたいね。なんでこっちでエスタークとゾーマはデボラさんにやってもらうとして、でこっちですよね。4 5 4 5 6 7 8 9。はいはいはい。はい、じゃああとは範囲ですね。ちょっとエスタークに今かかってたね。誰がどけばいいんだ。煉獄町だけでいいのかな。はい、じゃあ行きましょう。これで行きましょう。さあ頼むぞ。今度はターン数見誤らないようにしないとね。なんでさっき間違えた。ここでいいかな。いや次のターンもこっち側にしときましょう。で下がる。あ先か、先がいいのか。先がいいんだな確か。でデボラさん行って落とした後に、どこまで。だってここまで行ったら当たっちゃうんでね。当たっちゃうんでエスターク、行ってどうだ。ゾーマ落とせんのかな。こっち側に来ときましょうか。一気火星に行かないと。ライアンも行けないんだもんね。ライアン行けないんだよね。行けないんで次のターンの最初から突っ込まないといけないんで多分ね。はい、ここで、デボラ様ここで、ちょっと待ってよ。これがやっぱダメだ。届かないな。届かないんで、この辺も来ておきましょうか。どうしようかな。なんか悩ましいなこれ。ゾーマが打てなかった時のために、ゾーマ打てなかった時のためにこっち来とく。
ちょっとターン数見てくれ。3ターンですね。いや、これは難しいな。もう1個出るのかな。はい、まだ悩んでますね。4ターン目。はい、オークライですね。5ターン目。はい、これライアンでゾーマ打てる可能性あるな。あるんで、これ右側来た方がいいんじゃないの。これ 1,2,3,4,5。 今更ながら、いや、いいか、いいか、いいか、しょうがない、これでいこうか。ちょっとこっち側で、ここでもしかしたら、これ範囲だよね。範囲だからここはダメ、動けず。はいはい、さあどうだ。あ、やっぱ落とせる。さあデボラさんで右行くぞ。どこを行くか。ゴッドライダー1,2,3,4。 1,2,3,4 届かないんだもんね。うち来てゴッドライダー、デボラ、トロールキングか。いや、どっちみちね、トロールキングはね、落としきらないんじゃないかな。1,2,3,4 届かないもんね。1,2,3,4,5 届かないもんね。ワイトキングはどっちにしろ生き残っちゃうんで、キャダルクは効くかな。ここから打つか。ここから打ちましょうか。はい、ホワイトキングは生き残っちゃう。いやー、なかなか耐性あるな本当に。ここでこれ、はい、でここに来て落とせる。よしよしよし。次スノードラゴン。おお、ここまで。あ、そっか、落とせればここまで来るのか。こっち行きましょうか。はい、よし、ということで全員生存ですね。ああ、
そっか、ゾウも落とせたか。じゃあ1個こっち来ときゃよかったな。そうすればあそこ3人を引っ掛けてデボラさんがやっつけてくれたかもしれなかったですね。ちょっと気づくのが遅かったですね。3戦目ですね。あ、クリフトとか久しぶりじゃないですか。クリフト当たってみたいかな。こうな、身代わり嫌だもんな。あ、大丈夫ですね。ゴールドマンって身代わりしないよね。はい、最終戦になりますね。対戦よろしくお願いします。ゴッドライダーいるね。クリフトが最初の方をバフかけて、あー、カイザーがいるのか。カイザーも風神で、あれか、バギ系ですよね。こっちはメラ系と。どうしましょうか。4番なんで、こっち側にデボラさんを寄せましょう。で、落とせないんで、カイザーはゴッドライダーで後向かってもらうと。で、こっちはこっち。3番。うん。で、あとは、大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、じゃあこんな感じでいきましょう。クリフトがどこに移動するかによりますけどね。はい。出れるところまで出ましょうか。まあ、ここでいいんじゃないですかね、とりあえずね。ここもここで、あ、もう一個出れるのか。もう一個出ときましょう。デボラさんは当たってないんで、ここでいいでしょう。スノードラゴン、スノードラゴンはどうしようかな。まあ、ちょっとここでいいでしょう。でカイザー来て、うちのライアンさんがはここでいいでしょう。そこ出る。ちょっともう一回クリフトさんを見ときましょう。当たってるね、当たってるね。次どっか移動してくれるよね、多分ね。なんでこのままここでいいでしょう。いいでしょう。ちょっと下がっておきましょう。こっちか。よしよし。じゃあ、あ、結構出れますね。ん？ここだった？ここか、ここでいいでしょう。こっちが出てきましょう。はい。4ターン目。ギリギリんとこ、もう一個出れると。はい。もしかしたらまたライアンがゴッドライダーを仕留めれるかもしれないですね。はい、大倉1回目。5ターン目。はい、2回目入れます。はい、6ターン目、動いてきます。さあどうなる。ブチギレを入れます。あ、カイザー、あ、違う違うよね、そんなことないね。
うちが先手取れるよね。ちょっと待てよ、ここでなんかしといてもいいんじゃないか。これしといていいんじゃないの、これ。これ当たんないよね、誰もね。当たんない、当たんない。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ここでローリング言っときましょう。あ、お、びっくりした。え、なになに今の動き。あんなことになるの。ちょっと待てよ、これどうなる、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 どう動いていくのこれ、みんな。なにこの段階式な動きは。ちょっと1,2,3,4。 いやー、ちょっと待てよ、これじゃ巻き込めないじゃない。 1,2,3,4、 ここしかないね、ここしかないんだから。ゴッドライダーどうしようか。こう来て、ここで封じ入れる。デボラとあれでいけるかな、灼熱。で、1,2,3、凍える。1,2,3,4。どうなんですかね、ちょっとこっち行くしかないな。あっちはもう任そう、任そう。こっち側でいいか。あ、落とせる、落とせんのかい。もったいないな、もったいない。殲滅、あ、でも落とせない、意外と落とせない。そうなんだ。エスタークをも倒せる。デボラさんが倒せないわ。あ、届かない。ウォークライを入れとく。さあ、どうしてくる、クリフトどうする、回復、回復か。ミス出てんのに一発会心出んの やばいな。相当持ってかれたな。どっちでもいいかな。で、巻き込みながら、あ、なかなかですね、ゴンズさんもね。お、会心仕返し、何が効く、何が、よしよしよし、全員生存ですね。最終戦を全員生存で飾れましたね。よしよしよし、ランクも上がると、マスターに。はい、ということで、第9回闘技場が終わりました。今日で終わりました。20勝1敗という結果で今回の大会を終わりたいと思います。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。